見た。お、よかった、ありがとうございます。そう、やったんですよ。ということで皆さん、発売日ですけど買いましたか？セブンネット限定の CD で愛の魔女子についてた。あ、すごい。あのね、ぜひランダムだと思うので当ててください。通常版は生自身は A タイプにいます。うん、あ、そう、オレンジって書いた。ゲットした、みんな。セブンネットは届きましたかね？アリは取りに行ってないので、ちょっと今から取りに行かないといけないんですけど。そう、あ、手形も今日届いた。今投票してる？そう、アリも投票配信をしたいなと思ったんですけど。うん、届いた？今日受け取ってきた。え、まだなんだよね。そう、まだ取りに行けてなくて、取りに行かないといけないんですけど、取りに行きます。生写真開封配信と、あ、でもアリセブンネットのやつしか頼んでないから生写真ついてこないんですよね。そう、セブンネット限定版のティーンズユニットの方のやつしか頼んでない。これ多分生写真ついてこないかな。投票した？投票しましたか？アイリーしか勝たん。外についてたな。ち、タイプ B かな。タイプ B 買ったんじゃない、多分。じゃあ、投票はみんなしましたか？これってさ、みんなのあれ的にはさ、速報後に入れるのかさ、速報前に投票した方がいいのか、どうなんですかね。作戦的なのはここで言わない方がいいのかな。インスタの DM に送って。見るから、見るだけ。そう、返信はできないけど、見るだけ、見るので。どうしたらいいんだろうね。速報は7日にあるんですけど、そう、7日もうなんか配信するのかな、わかんないんだけど、なんかとりあえず劇場みたいな行って、なんか速報の結果をなんか生配信するのかな、わかんないんですけど、やるので、と。そうなんですよね。なんか上位、速報上位っていうか、速報に入った方が今後入れようってなるのか、逆になんか入ったからもうなんか違う子に入れようってなるのか、なんかどっちなんだろうって思って。そう、なんかみんな的にはどういう、でなんか選挙と違ってさ、今回2票なんか1枚の件で入れれるからさ、どうなるかも分かんないしさ、前例がないし、なんかそういうの分かんないじゃん。 SK の中だけのなんかこういう企画だし、なんか読めなすぎて、どうした方がいいのか分からん。下で決めた方がいい。あ、なるほどね。でもなんかみんな的にはさ、いや、続報が良くてじゃあ、安心しちゃう系なのかさ、そのなんか逆になんか入ってなくて、あ、入れようって思わないのか分かんないから、どうしたらいいのか分からない。速報にでもみんな的には入った方がいいのかな、分かんないんですけど。速報でもある程度の順位にいる。あー、なるほどね。そのセンターとかじゃなくても、速報にとりあえずなんか上の方にいるのは重要だっていう。でもさ、そんなできないじゃん。何票入れたら上位に行くとかも分かんないからさ、ねえ、分かんないからでどうしようって感じですよね。速報入った方がいいの、これは。分かんない。あ、ハートありがとうございます。
ね、マジで速報に入っ…いや、なんかわかんないんだよね。でもなんかツイートとか見てるとなんか結構探ったんですけど、なんかファンの人は結構速報で決めるみたいな人もいたし、でもなんかこうやってコメント欄を見ると卒業じゃない、速報後の方が、あ、じゃあ速報に入ってなかったら、速報に入ってたら安心しちゃうみたいな人もいるから、なんかわかんない、どういうなんか感じで選挙はどういう感じなの、わかんない、マジでわかんないんだけど、実機あたりが上位に来るとそこに集める、なるほどね。じゃあ、アイちゃん投票したよ、ありがとう。ある程度速報でいい順、うん、そうですよね、速報には入りたい、うん、入りたいです、速報には。でも速報で低いと思う、あ、じゃあ結構もう結構あれですね、スタートダッシュは決めといた方がいいんですかね、じゃあ入れといた方がいい感じなんでしょうか、速報入った方がいい、あ、なるほどね、じゃあ速報に入れるようにまずはしないといけないということですね。速報は重視した方がいいんじゃ、あ、速報、じゃあ分かった、ありも速報前にちゃんと入れたいと思います。二押し票が、え、そうだから、まあ、もしね、まあ、ここはありの配信だから、まあ多分アイリに興味がある方がたくさん見に来てくれてると思うんですけど、もしまあ適当にアイリの配信を開いてる SK のファンの方がいたら、まあ、もしね、モバメ票とか会員とか DMM 票がね余したら、その2票目には入れてほしいなと思います。そう、一枠目の推しも大事だけど、その2票目にいろんなね人の2票目に入るのが今回は大事だなと思う。あ、すごい、いちごだ、ありがとうございます、いちご。そう、あ、でも愛理のことが一番好きな人はもちろん一枠目に入れてくださいうん、でもそう迷ってたら2票目に、え、何、なんでこんないちごなんですか、何これ、いちご、あ、すごい、いちごのバスケットみたいなのもある、ありがとう。これは何だ、何なんだろう。速報があと2票目に避けた方がいいメンバーが読みやすいかな、あ、なるほどね。え、でもそれってさ、じゃあ全員のファンの人にさ言えるから、アーリーの2票目もさ入れないどこってならないのかな、え、わかんない、もうどうしたらいいのかわからないですねまあ、とりあえずみんな、まあ、いつ投票してもいいんだけど2票目に入れてください。アリのことが好きな人は一枠目に入れてくださいうん、ちょっと気になるくらいだったら。みんないちごありがとうございます。いちごが増えたんですか今回は、うん、よろしく、マジで、あの、なんだっけ、モバイル票と DMM 票はとりあえず、あと SK メール票とかそういうのはとりあえず入れました入れたけど、まだセブンネットの方は届いてるけど取りに行ってないからあれなんですけど、人気多そうなメンバーは避けるよって、あ、なるほど、自分が推し、その人気メンバーと思っている人に入れたらその子はよく入りやすいからってことですか。なるほど、なんかさ、まあ、わかんないよね、ね、マジわからん、本当にどうしたらいいんでしょうか。ところでどこで投票するの、何、どこでというのはどういうことなのでしょうか。教えて、二押し票は一人に集中していれないと思うから二押し票を取りに行こうとか考えなくていいんじゃない。でもさ、
それでさ、2票目迷ってたらさ、いやもちろん1枠目はありは入れてくれるんだったら1枠目、1枠目じゃない1枠目に入れてほしいけど、まあ迷ってたりしてる人は2票目に入れた方、入れてくださいっていうことを伝えたい。うん、アイサは人気、いや人気じゃない、2票目はバラした方が良さそう。だから集中的に同じ、そうアリ楽しの人とかは集中的に多分他の 2枠目の子を、同じ人をずっと何枚も入れてるとその子に入っちゃうから、バラけさせた方がいいってことだよね。なるほどね。いちごありがとう。投票サイトの URL はどこ？え、アリツイートしてるから見て。あ、でもセブンネットの投票先だけ載せれなくて、文章があれだ、そう文字数制限があってツイッターって載せれないんですけど、でも多分シリアルナンバーで多分投票できる、投票ページに飛べるから、それはちょっとお願いします各自で。そう DMM 票とか、そうモバイル票とかのやつはありツイートしてあるので、 URL そこから飛んでくれるといいかなと思います。つまりとにかく入れてと、そういうことです。入れてください、入れて入れて入れて、みんな頼んだ。うん、2票目バラー警察から誰かとお互いって作戦に乗れない。え、別にあり誰かとお願いってやつやってないし、別にだからなんか何もばらけさせた方がいいかなと思います、2枠目のメンバーは。とりあえず知り合いの SK あたりをね、よろしくお願いします。だからファンの人のなんかフォロワーさんとか仲いいおたとも的な人の中に、先輩のファンの人、先輩メンバーのティーンズじゃない、先輩じゃなくてもいいんだけど、ティーンズユニットの候補メンバーに入ってないメンバー推しの人とかから、ちょっと DMM 票入れてくれんってちょっと頼んでください。あとそう、多分 SKE のファンの人だったら多分モバイルとかメールも入ってたりすると思うので、投票してってちょっとお願いしてほしいなって思うんですけど、はい、ファンの知り合い量が多い人がより、いやの、いやそんなこともないと思うんだけど、なんかそう、まあ多い方がいいから、非ティーンズ推しなんで会いたいとか、ありがとう、僕の女子が会えたら投票してください。すごいありがとうございます。好きなこと好きなんですかね。好きじゃないのに入れてくれたのかな。なおちゃん推しのツイッターのなしりまで追加を買ってくれ、すごいありがとうございますと言っといてください。よろしくお伝えください。ヤッホーも前に系の投票完了したよ、ありがとう。アイでもね、そういう系はね完了したんですけど、ちょっと CD をねまだ完了できてない。アイちゃんが2票目入れてというのはいいこと、2票目を気にして速報控えるのは良くない。あ、なるほどね。じゃあみんな速報に入るためにたくさん入れてください。アイは仲良しメンバーから悩む。え、でも結構アイ別に誰とでも仲いいっていうか、そうなんだ、誰とでもっていうか、ティーンズの子たちは同期も多いからね、あれだけど、そうなんですよ。僕の上司も SK ファンです。18日ちいちゃんと一緒の公演楽しみ楽しみ楽しみ。あ、一緒なんだ。あれか、あのあれね、なるほどね。え、なんかあれ14日の公演出ないんですかね、なんか消えてた。僕の上司も SK、 あ、さ、なるほど、好きな、ありがとうって言っといてね。マスクしてるんですけど、ありがとうございます。
そう、みんないろんなオタをちょっと巻き込んでほしいなと思います。よろしくお願いします。本当に14回アリがいたから申し込んだけど、メンバー変わってびっ、アリもさっき知ったの、なんかあるの、わかんない、なんか出る気満々だったんだけど知らなかった。体調不良とかじゃないね、だから別に全然元気なんで心配しないでください。なんかあるのかもしれない。わかんないんだ。そう、バレンタインなんだって思って、なんかその公園の、そうしたらなんか変わってた。連絡メールとかも来てない、なんかエゴサしたら出てきた。エゴサで知るっていう、単純に間違い、あ、そうなの、あ、間違いなのこれ、仕事入るの何わかんないんだけど、とりあえずなくなりましたので、でも体調不良とかでは全くないので心配しないでください。あ、間違いだったかな、わかんない。今投票してきた、ありがとう。だからみんな忘れないうちに、その SNS DMM とかそういう系のやつはぜひ投票してくださると嬉しいなと思います。チョコのお渡し会希望、あれそういうのやりたい。なんか昔だったら多分さ、もうこんなコロナの前だったらいろんなイベントできたじゃないですかね。なんかしたらさ、すごい悲しいなって思うんですよね。いや仕事はね多分入ってないから、多分単純に間違いだったのかもしれない。CD の私会とかもあったし、なんかいろいろあったと思うんですよ多分。でバレンタインイベント的なのもあったかもしれないじゃん、わかんないんですけど、したらさ、そう悲しいなって思った。DNA は愛が出る次の公演で月額に入るわ。ねえ、それじゃあティーンズユニット、あ、間に合うか、25までか。でもあれ、愛が出る次の公演は多分18日ですかね。したら若いうちの1年は大きい、大きい、だってあっという間に年取っていく気がする。いろんな先輩とコラボ配信して、先輩アートの社会人、なるほどね。でも普通にあれコラボ配信したいんですよね、なんか楽しかったこの間だから。セブンネットってまだ買えるよ、買えるの、なんと買えるんですよセブンネット限定版。そう買えるから買ってくれると嬉しい、嬉しい嬉しい。なんかでも気をつけて買わないといけないから、セブンネットで、あ、これ久しぶりに言う、セブンネットで SK48 っていうだけじゃ、そういろんな種類が出てきちゃうから、ティーンズユニ SK48 ティーンズユニットって検索かけるんですよ、そのセブンネットのところで。そしたらティーンズユニットの CD だけが出てくるので、あとなんか生写真付きっていうのは良くなくて、それを買うと生写真とティーンズユニットの券がセットになってるから、ティーンズユニットの券が少なくなってしまうので、生写真って書いてあるやつは罠です。そう、今なら3枚で約5000円。どういうこと？え、値段変わってないよね。そう、セブンネット限定版ってやつを買ってもらって。手形は見たけど、配信に見たのと同じかな。え、同じでしょ、多分。誰の写真？誰の写真？普通にあれでしょ、え、誰の写真、なんて説明したら、 SK の写真。18日、あ、
18日のあとか言っちゃった、可愛い王決定戦愛ちゃんの優勝です。てか可愛い王決定戦って何が可愛いと思いますか？曲だったらみんな的に可愛い曲って何だと思いますか？あ、セブンネットの分忘れた、忘れないでみんな、ちょっと忘れてる人いない？ちょっと忘れてたらダメだよみんな。そうだよな、やばい、誰か来ちゃった、誰か来てしまった。手形明日にやった、あ、そっか、北海道行っちゃったのか、そうだったね、確か遠いから遠いから届くの遅い感じですね。キャンディー可愛いってやつ、可愛い曲、可愛い曲何がいいと思います？曲やるかわかんないんだけど、まだ決まってないから。でなんか定番すぎないって思って、なんかさ、そうキャンディーとかってさ、まあ、可愛いよ、ハート型ウイルスとかも、でもなんか定番だなって思っちゃうんだよね。スウェット優しい人、いやダメだよ、みんな何がいいかな、悩む悩む。 SKE の曲か SKE のなんか公演曲だったら何がいいですかね。好きだよって会って湧いたよかった、任せられた。なんか何がいいか分かんなくて、どうしようかな、うーん難しい。18日は特徴的なものじゃないの、いやなんかそれぞれなんかチームによってやること違くて、そうだから別にトークショーって決まってるわけじゃないから、かわいいってなんだろう、難しいな、まあいいや、考えときますうん、考えとく。なんか可愛いの考えときます。今日の配信出てたの、え、出てたよ劇場にいたよ本日、狼ね、狼ね、まあ、みんな18日は来た方がいいよ、言っとくわ、18日来た方がいい。うん、18日は、まあ、とりあえずみんな応募して、応募するか DM 見た方がいいね、言っときますわ。マジか、え、マジマジマジ来た方がいいよ多分、しかも多分アイドル好きな人は多分18日すごい楽しいと思う。うん、可愛いってやつだし。みんな応募しといてね。てかあれマジでやばい。ティーンズユニットどうしよう。プレッシャーが死にそうなんですけど。かわいいかわいい愛ちゃんが見れるのですね。かわいいかわいい愛ちゃんをお見せしますので、18日来てください。では、DMM でも OK です。楽しみにしといてまじ、みんな。DMM 見てね。東京民は、
DMM 見ましょう。ほんまできない、 DMM しかない。18時からなら見れるわ。見て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 、永遠プレッシャー、え、マジ永遠プレッシャーかかりそう、マジで。プレッシャーだよ、プレッシャー。結構どうしようって気持ちになってるんですよね。CD は取りに行ってないけど、とかはとりあえず ID プラス1で取り、ありがとう、頑張りましょう。 DMM しか涙、愛ちゃん投票イベにも強いからきっと大丈夫。本当に待って待って、あ、本当かいな。え、じゃ信じるかんね、マジで。みんな、しかもね、何が不安って、その握手会とかさないから、なんかその情報交換ができないわけですよ、ファンの人との。だから余計にね心配になりますよね。はい、だってぶっちゃけ、まあ、ぶっちゃけギャルみたいなさ、あのサボることもねできるからね、そう、みんなのね気がね緩んでいるとね、こうね、誰だと思うんです。だから兄もガラスたくさん宣伝して、こうやって声掛けをして、これさっきもね言ったじゃん、あ、投票するの忘れてましたって。そう、券があるのに忘れちゃう人がいるかもしれないから、そう、みんなその一票がね、超一票が大事っていうのはマジで総選挙で学んですよ。だって選抜総選挙の時にあと一票あればもう一個ね上のね、いあれ、そう、一票差だったの。もう一票あったらもう一個上のランキングっていうの、ほんとに上、あの上にね慣れたっていう一票がすごい大事なんです。だから一票って本当に大事なの。だからみんなのそのたった一票とか思わずに一票だけでも入れてほしいなと思います。はい。あ、いちごありがとう。ちょっと情報交換できないから、1、10、100、1000、1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 0
が、みんな、三票だっけ？あれ三票だっけ？三票か。ごめんなさい、わかんないけど、なんかすごい、数票だったの。そう、とりあえず、数票で、あれだったの。だから、みんな、ちょっと、入れてください。ちょっとお願いします。頼みます。って言ってもさ、これってさ、身内配信じゃないですか。だって、愛のね、知ってる人が見てるからさ、これ知ってる人は多分みんな、でも信じてるから多分入れてくれると思うんだけど、これ多分見てない人にね届けた方がいいんだろうね。こんなこと言ってる場合ではなく、だから持ち票はスカイの原石で綺麗な先生と言う。え、そうそうです、そうです、本当によろしくお願いします。アメブロはね、あ、そう、アメブロなんか終わり入れなくて、ちょっと今頑張ってやってみるんですけど、そう出してきました、ありがとうございます。やかせいごさん3票で負けたこと、いえ、もう悔しい、ね、じゃあ数票っていうのが一番悔しくない？あとちょっとで会えれたのにってなったらすごい悲しい。でも愛理はもちろんね、新人と入ることは目標なんですけど、センターをね狙っているので、皆さんちょっとじゃあ最近総選挙のビデオを見てた、気合い入れた、お気合いの入れ方が、ありがとうございます。うん、はい、今入れてきました、ありがとうございます。あと君のその一票がすごく大きく動きます、ありがとうございます。数票だけど何に投票した、ありがとう。
頑張ろうね、みんな。寒っ寒すぎなんだわ。そういえば総選挙で気になってたことあったんだけど今。え、なになになに、なんですかね。愛のセンター見たい。ありがとう、頑張ります。頑張ろうね。でも選挙系は確かに、選挙系っていうか投票系はファンの方がいつも頑張ってくれるから入れてるけど、毎回毎回不安な気持ちになってしまう。でもみんなが一番不安だよね。そうだよ。あ、でもさ、どうしよう。二人目、どうしましょうか。悩みどころ、みんな相談して決めてんのかな。ね。順位発表された時、ジェラさんとは何話したの？内緒です。それは内緒。それは内緒です。内緒内緒。あ、いいから飛ばせんとできるようになってます。ねえ、なんか。どうなるんだろうね、みんな。わかんないよ、ありも。誰と。さあ、誰がさ、ダブルセンターになってさ、とか。だから頑張る頑張ります。ブラックパーが SK のオレンジを意識してたの初めて知った。 SK のオレンジを意識っていうか、普通になんかそう、オレンジのなんかメイクっていうのと、あとオレンジのカラーがなんか入ってたりとか、なんかいろいろなんかオレンジだったんだよね。そう、リップシーンっていうんですか、なんかちょっとなんか裸みたいなシーンとかもあったと思うんですけど、その時もね、なんか後ろにオレンジが、オレンジのなんだろうな、背景っていうか感じだったりとか、そう、オレンジなんだよね。そう、メイクもオレンジだったので、あとなんかネイルもオレンジだった。そう、塗ってもらって、そうなんですよ。え、裸じゃない、裸みたいなんて裸みたいなやつね。そう、裸みたいなってやつですよ。かっこいいでしょ。ブラックパール印象かっこいいね。かっこいいんですよ。そう、アイリーはなんか結構太めのなんかベルトみたいなやつがオレンジです。うん、え、そう、裸、もうほぼ裸うん、ほぼ裸、もう裸です。あれはもう裸じゃないけどね、裸みたいな。あやめろ反応、何、あやめろいんの、いないよね。え、そう、安心してください、来てますよってやつだからではないけどね。いや、あれマジで、あの、嫌すぎて、嫌っていうか寒かったり、なんか恥ずかしすぎて、ずっとギリギリまでベンチコート着てたんですそうそうそう、まあ見てください、いろんなシーンがあるので。あとドキュメンタリーもめちゃめちゃいい感じにね、なってたし、見てくださいな。
キュメンタリーでも、あ、ドキュメンタリーでもベンチコート着てた。え、あれマジで、え、なんかさ、変なとこ使えてなかったかな。なんかあんまそこ恥ずかしくて見えなくて、そこだけ飛ばしちゃった。え、他は全部見たんですけど、そこだけパパーって飛ばしちゃったんですよね、恥ずかしくて。選挙権取り出すために返すときはまだ自分ね、ぜひ見てください。本当にあ、そう、ブーツやばくて、あれ血だらけだったんです、靴の中痛すぎて、そうずっと血だらけ、痛って思いながら踊ってたんですけど、まあなんとかなりました。そうだからね、こけそうになってるとこがめっちゃあって、申し訳ないなって思ったんですけど、痛そうに見えたそう、マジで痛くて、本当に本当に痛かったんです。うん、ヒールがめっちゃ高くて、そもそも、そうなんか、まあ今後なんか披露する時とか靴ちょっと変えてもらおうかなって思います。そうなんかね、取るまで分かんなくて、しかも結構なんか自分移動が多い人っていうか、端から端までパパーって走るみたいな、走ってなんか行くところが多かったから、めっちゃ大変で、そうっていうねことがありました。そう、痛かった。いろいろなんか工夫してもらったんだけど、まあ、ゆらりが突然言い出したっていうのもあるんですけど、そう工夫してもらって、まあ、こうし、なんかとりあえず今はこういうふうにしようってなってやってもらったから大丈夫なんですけど、そう、痛かったなって痛かったなって思って踊ってた。でもまあそうっていう裏話。あと何かあったっけな、わかんないや。あと何やったっけ。まあでもドキュメンタリー見たら多分大体のことはね分かると思うので、皆さんドキュメンタリーを見てください。うん、それが一番早いな。ドキュメンタリーを見るんだ、みんな。ドキュメンタリーしか勝たん勝たん。と何があったか分かんないもん。あと恋チューナーズはのドキュメンタリーはなんか感動しません？感動っていうかなんか、うん、先生が言ってる言葉がすごいいいなって思いましためっちゃ眠い。そして今日めっちゃ眠くて、うん、昨日だけは3回目でめっちゃ見る。ありがとうございます。うん、そう、先生がのなんかレッスンの仕方がめちゃめちゃ楽しくて、そう頑張らなきゃなって思いました、レッスン中。
可愛いチームはね、なんかもうねめっちゃいろいろ表情とかめっちゃ細かく指導していただいてやったんですけど、もう恥ずかしいぐらいなんかブリブリで鏡の前でめっちゃ練習みんなでしましたね。先生は T シャツのくせ、あーそうそうなんです、先生はなんか、なんだろう、なんか面白かった先生は面白かったあとなんか女の先生もいたんですよ、いっぱい。女の先生はめっちゃ綺麗でした。うん、綺麗だなって思ってました。アイアイのセクシーチームは納得できない。え、なんでセクシーだよ、めっちゃアイアイって。アイアイはセクシーですよ。まあ、ダンスでもありだなと思いますけど、セクシーだと思います。あ、でもセクシーチームはマジナオさんがやばいよね。ナオさんえぐいナオさんえぐい。ミナランさんのね踊り方もめっちゃ好きで、そう綺麗だなってました。あと今日もそう見てたんだけど、披露してるのすごいね、ナオさんがかっこよくてずっと見てた、びっくり。なんか踊り方がもうなんかすごかった、次元がセクシーっていうかなんかすごかったMV はめっちゃセクシーだなって思ったんですけど、今日はなんか生で見てセクシーというよりなんだろう、なんかかっこよかった。じゃあみんな的にアリの、アリはどこのチームだと、だったと思いますかどこがハマり役、なんてハマり役は、なんか当てはまるチームだと思いますか。ナオさんえぐい、いろんなし、えでしょ、そうえぐかったの。ティーンズユニットアリに投票する、 ありがとうございます、感謝です。セクシーマジ一番ないよ、それはちょっとさすがに。え、セクシーはな一番ない、ほど遠いと思ってたんだけどそう、ハイチームかセクシーチームってみんな言ってる、マジ。え、なんか元気チームかなって思ったの、自分的には。うん、かっこいいもんね、できない、わかんない、なんかわかりませんわからないわ、自分ではわかんなかった、わかんないけど、うん、元気かな系かなって思ったなーって元気チーム寒そうだもんな。え、でも元気チームの後ろで可愛いチームも踊ってるんですよ、一緒に。なえちゃんここ可愛い。でもなんかコンサートとかのユニットとかはいつも可愛い曲に選んでいただくことがめっちゃ多くて、逆にかっこいいユニットあんまやらせてもらえないから、そうで今回も可愛いチームだったし、あれだけどセクシーはなんかわかんないですね、自覚は闇ツイートしてたかもしれない違う、あれ別にやみついとするけど、なんか元気って言われない、言われないか、別にブラックパールはかっこいいよ、声はかっこいい、かっこいい、やった、闇元気
クールな感じ。え、クール、本当ですか。あれ多分ね、メンバーとね違う、メンバーにはめっちゃねクールじゃないって言われるからね。やばい、メンバー帰ってきた。めっちゃメンバーが帰ってきました。CA 投票した時のお礼コメント、あ、そう、お礼コメント見てください。ぜひ。やばい、メンバーが帰ってきた。大丈夫かな。あ、大丈夫っぽい。そう、だからさ、あの CD で投票券で投票した人はお礼コメントみたいな、そう、直筆でメッセージを書いたやつも見れるので、それもぜひ見てください。かっこいい、できる子多そうだけど、かわいいはハードル高い気がする。あ、じゃあアリにはできないと言いたいのですか。可愛いはハードルが高いからできないと言いたいのですか。やってやろうじゃないですか。やってやろうじゃないですか。でもね、自分的にはね、セクシーはね嫌なんです。セクシーは嫌ですね。はい、かっこいいがいいですね、セクシーより。あゆかには出れ。え、あゆかはなんか食べたい。違う違う、ハードル高いのやめる。あ、なるほど、ありがとうございます。なるほどね、ちょっとマイナスの方に行ってしまいました。いや、セクシーではね、やだよ、なんか大変そうじゃん。なんかさ、いや、セクシーはないな。あゆか逃げて。え、あゆか。でも今日あゆかに会えなかった。あゆかに会いたい。あゆかに会いたいですね、あゆかに。あゆか、あゆか、あゆか。あゆかは妹みたいな感じです。あゆかはね。でも今日はゆうかたんがいたんですけど、ゆうかたんも食べたくなりましたね。何ですかね、なんかあるかな。なんかあるかな。ほんと、なんだ、あゆかでのオガミとプライド可愛かった。やった、ありがとうございます。もちもちしてはるもんだ、食べたい。食べたい、食べたかった、食べたかった。丸飲みですか、ちょっとずつ食べますか。ちょっとずつ食べます。あゆは好きなものは最後に取っておきます。あゆかはね、赤ちゃんみたいな、なんか動物みたいな感じです。やばい、ちょっと待って、充電がないことに気づいた。充電がない、充電がないよ、水野さん。充電が、充電がない。しかも充電器持ってきてない。多分充電器持ってきてない。あ、嘘、私有能、有能だった。有能すぎて充電器持ってきてた。最強、自分有能だわ。褒めたたえたい、褒めたたえたい。今すぐにでも自分を褒めたたえたい。今日、よいしょ、今日待機の時間が多かったからね、充電をいっぱい使ってしまった。
え、充電されてない。なんで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 、え、充電されてない。どうしてどうしてどうして、あ、あ、OK、ナイス、有能有能でした、私有能だな有能だな。明日、じゃあ私は明日何をしているでしょうか。明日は内緒です内緒なんかい。22時まで配信しますね。22時まで配信をしたいと思います。てか、あれなんだけど、22時以降も配信できるようになるってことですね。もうすぐ嬉しい。4月で多分あの23時にも配信ができるようになります。イエイ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 。そう、充電器は買うよ、家用と持ち歩き用と2つ以上持ちも。え、別に、え、違うんだけど、お世話に恋した瞬間見てくれてありがとう。いいや、こちらこそありがとう。愛が22時まで配信できるのがちょっとショック。え、なんで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 、むしろもうちょっとで私は23時以降も配信できるんだよ。あんちゃん22時以降、今日も髪の毛ツヤツヤ。え、今日ね、メイクさんにめっちゃツヤツヤって言われたんだけど、髪質が多分変わりまして、別に特になんか特別ななんか高いお高いものをやってるとかでもないし、そんななんかやってるわけじゃないんですけど、多分髪質が変わりまして、めっちゃサラサラになりました。そう、24時までか、したら24時まで24時まで配信できたらめっちゃ神。アイリは20時までのイメージ。20時ってやばない？20時ってもうな、もうよく配信、え、配信できないんだけど、そんな20時までって。アイの稼働時間はむしろそんぐらいから始まるみたいなところある自分から溢れ出すオーラで髪の毛ツヤツヤになった。なるほどねだいたい24時は寝てるのに、今まで通り22時まで伸ばしてほしい。わかんない、気分のままに、気分次第だから。気分次第です、僕は敵を選んで戦う少年。愛の夢は夜開く、どういうことやね。何時まででもいいですよ。なんか1時とか2時とか配信できないんだっけ、大人でも。なんか夜中はあの JKT だっけさんが配信してるイメージ。そう、多分時間がさ逆じゃないですか、日本と。だから、あ、24時までなんだ、なるほど。昨日ツインテールの日だったけど、愛ちゃん今の髪型一番苦いって回ですよ。でも愛ツインテールしたいんです。ツインテールだから伸ばしたい。でも全然伸びません。でも伸びないでって思ってると伸びます。あ、インスタライブができるようになるかな。メイクエッジは日本と時差がある。そう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 、
23でできる。そうなんですよ。そう、エクステはなんか浮くからいや、なんかまあいいんですけど、もうちょっとなんか今短すぎて多分境目がめっちゃ分かっちゃうから、もうちょっと長くなったらエクステしようかなと思います。だからてか今回はなんか次元なんかあれ、エクステをつけるとエクステで満足しちゃって結局切っちゃうから一向に次元が伸びないので、頑張って次元を伸ばそうと思うんです。だからしばらくなんか結構いつもより長い間皆さんにはこの長さというか短いやつをお届けできると思います。そう、あとエクステだとポニーテールがなんか頭皮が持ってかれるの全部だから痛くてできないから、地毛が良くて、そう地毛がいいなって思ってたんですけど、そうだから地毛がいいの。ちょっと待って、飛び出し出るね。そうなんですよ、短いのは好き。愛のなんかこと好きな人っていうか知ってる人、愛のこと知ってる人って大体ショートが好きっていう人の方が多いんですけど なんかいやね、ロングの方がしっくりきしちゃう時もある なんか、まあ、将来の、ごめん電話かかってきちゃった。なんか将来の話なんですけど、そのめっちゃロングにして黒髪、めっちゃ黒髪にして高いツインをしたいなって思った次第です そうか、逆にめっちゃなんかハイトーン系にしてロングにするのも可愛いなって思ったんですけど、今の話ではないのであれなんですけど、そう、ショートはね、まあしばらくショートなのであれなんですけど、そう将来は、さ、髪の毛も染めれるようになるので、いろんな色もねできると思うんですけど、長くするまでエクステ気をつけず切られるか以外、そうなんですよ、私結構伸びたんですよ、だいぶ。なんだろう、いつだ、あれいつだ あ、アイドルの力、7D2 で、その、なんか、アイドルの力っていう番組に出させていただいたとき、結構頑張って伸ばしてた途中なんですよ。なのに、切っちゃった。そう、切っちゃったんです。そう、ハイトーンロングにするか、なんか黒、真っ黒にして、ツインする。って決めた なんかエクステだとツインできるんですけど、その地毛が短いから高いツインした時にこうエクステは、そう、なんて言ったらいいの、普通についてるのにここだけピヨンってなるの。だからめっちゃ変で、なんかウグとかの地毛じゃなくてうまくいかない時が多いので、高いツインができない。下のツインだったらできるんですけど、長くするまでエクステ、あー、これ読んだ アイリアピンクとか淡い髪色が似合いそう。すごい、なんかさ、普通さ、ファンの人ってさ、黒髪がいいみたいな、バカだしさ、染めないでみたいな人が多いと思うんだけどさ、なんか、意外とさ、アイリの配信ってさ、なんか、染めていいよって言ってくれる人多いからさ、マジ理解あって超助かります。ありがとうございます。まあでも、するとは、わからないですよ。未来の話だから。やってみたいなって思うだけだから、まあ別にやるかどうかは別なんですけど、うん。
ツインも頭痛くなる。でめちゃめちゃ引っ張られるから。ポニーと一緒だよ。だってそれが2個に分かれたってだけ。むしろ痛み2倍みたいな。何でも似合う。ありがとうございます。でも兄が究極に明るかった髪色の時は冬、去年の冬かな多分。あのチェリさんのあのゼロポジでチェリさんのなんかを K2 でなんか企画やった時、あそう K2 で旅行した時の髪色が一番明るかった気がする。ミルクティーピンクアッシュでツインは強い。え、あれツインは黒髪が好きなんです。あの色は個人的に刺さった。嘘、あれめっちゃ批判されるかと思った。でも意外とそうでもなかった。っていうかなんかわかんない、批判されてたのかもしれないけど知らん。あれうっせぇ知ってる、知ってる、アドさんの。めっちゃ可愛かった、ありがとうございます。そうやってたんですけど、なんでだろう、なんであれになったんだろう、わかんないんだけど。そうまあうん、でも黒くしたんですけどめっちゃ抜けちゃってしまう人なんですよね。もう黒髪ロングにしたい。でも黒髪ショートも好き、めっちゃ。今のアイディアよりもちょっと短いボブぐらいの、ボブ？ボブではないな、ショートの黒髪も好きなんですよね。うん、黒髪っていいよね。あれ黒髪好きだもんな、見てる分にはめっちゃ可愛いってなる。でなんか芋、ま、一歩間違えると芋女に戻る気がする。自分だからさ、まあ、別に今はあれだって言ったわけじゃないけど、多分。でも絶対人間ってさ、なんかハイトーンとかそう明るい髪の色の方が垢抜けた印象にはなると思うんですよね。だからそっからなんかまた黒になるとさ、また重たくなっちゃうし、あとあれ髪の量が重いじゃ、髪の量が多いからすごい重く見えちゃうって言われて、そう。そう重く見えちゃうんですよね。でも多分黒にしますねこれは。アリに投票完了ありがとう。お礼コメント見たかな。あでもあれって投票券の方じゃないと見れないのか、お礼コメントって。アリタに今なんて時期あった、あった。え、今日あれさ、めっちゃおーちゃんにくっついてたからさ、めっちゃおーちゃんの匂いがする。自分おーちゃん今日今日ね、なんかカバンを全部丸ごと忘れてきちゃって家に。で何、今財布も何にもないんですけど、なんか香水も持ってきてなくて、でもなんかおーちゃんの匂いがめっちゃする。自分からマスクしてるのに匂う。おーちゃん、自分おーちゃんはさ、え、マジ今自分おーちゃんだから本当に。おーちゃんに匂いがする。
けんさん、アイスかかた、ありがとうございます。そうっていうか、そうなんだけど、あれ何にも買えない今どうしようやばくない？あれマジで本当にやばいんだけど、自分がバカすぎてどうにかなりそうなぐらいに、あの忘れ物がひどくて、まさかのカバン全部置いてくるっていうね。で今からなんか手提げバッグだけ持ってるんですけど、別に何の役にも立たないものしか入ってなくて、めっちゃ困ってるんですけど。何欲しいの？え、なんか別に欲しいものないけど、なんか水とか買いたかったんですけど、あの何を買えないって。あおちゃん、愛のことなんて、あ、アイリーで、この間おんちゃんとお寿司行きました。そろそろ、あ、聞いてください。私香水を買いましたそう、香水を新しくしました。めっちゃいい匂いがあって、店員さんに乗せられて買っちゃいまして、そう香水をね買ったんですよ。なんか菅原とあゆかと、そう3人でなんか同じねリップを買いに行った時に、お会計でねする時に、なんか店員さんにこう髪、あの香水をさ振りかけられて、髪をさ渡されて、匂い嗅いで、絶対お姉さん好きだと思うんでみたいな、で2種類出されて、で3人にあの渡してくれたの2種類で、そしたらなんか、いやでも多分お姉さんはこっちの匂いの方が好きだと思いますって言われた匂いが本当に好きで、いやマジよくぞ分かってますねって感じのだったんですけど、そのままなんかお会計の最中だったのに、あすいませんこれも追加してもらっていいですかって言って追加して、一人でなんか買った、しかもなんか大きい方と小さい方があったんですけど、謎になんか大きい方買ってしまって、そうめっちゃねいい匂いだった。高い買い物をしてしまった。でもなんかいつも別にそんなお金マジでないから買わないようにしてるんですけど、そう買ってしまった。いい匂いすぎて、でもあれもともと香水欲しいって言ってたから言ってたじゃないですか。なんか買った、イヴ・サンローランのあの香水を買いました。何系？え、なんだろう、匂いわかんない。でもいい匂い。だからこっちゃんの卒業公演の時にもめっちゃ気合を入れて、そう匂いを嗅いだあ、てか昨日ね、そうこっちゃんとご飯を食べに行きました。うん、いい匂い、マジでいい匂いだからみんなに嗅いでほしいけど、嗅かせられない。え、本当に。でもなんか後悔はしない、いい買い物をしたなと思いました。え、乗せられたまんまとえ、まんまと。でもディオールのなんか香水がめっちゃ有名だから、ディオールの香水も欲しかったんですけど、もうなんか即決してしまいました。これでって、あ、じゃあこれでってなったぐらいなんか好きな匂いだったんですよ。ドルチェ&ガッバーナは使ってたんですけど飽きてしまいまして、そうめっちゃいい匂いの。でもなんか結構匂いが濃いから、つけすぎるとちょっとマジでやばいことになるやつだから、もうね金欠で今マジで何にも買えないそう何にも買えないの。だからまあ財布忘れてきてよかったと言えばよかったかもしれない。このあとなんかねコンビニとかね行っちゃってね、なんか変な
なんですか、なんか高コンビニは高くないと思うんだけど、なんか買っちゃうかもしれないじゃん。したらかも買わなくてよかったなと思って。貧血です、貧血、献血じゃない、貧血じゃなくて。なんかシャネルの匂いとか、なんかめっちゃきつそうな、なんかイメージ、めっちゃ偏見なんですけど、そう。なんかじゃあみんなの最近買った高い買い物を教えてください。何を買ったかっていう。最近買った高い買い物について。もう残りはシャネルしかない。シャネルは買わんな。トーク会用の服いくらだったんですか。それは今夜チューラーが高かった。あー、ありがとうございます。劇場版シーレから、みんな出費がすごい大変ですね。ありがとうございます。ありがとう。てかアリのなんかためにそうお金をたくさん使って、そうなんかくれるっていう事実が、もうなんか好きがあふれた。好きがあふれたな、これは。高級ワインを買った。なんか、でも食べ物とか何やのってさ、なくなっちゃうじゃん。まあでもそれでもいいのか、別に。高級なカニ食べたいもんな、でも。配信後宝くじ。そう、買ったの、宝くじ。CD。イラスト用タブレット PC。 あ、絵描くんだね。いいな。ありもめっちゃ絵上手くなりたかった。で、イラストめっちゃ描いて、なんか SNS にめっちゃ上げたかった。 そういう人生を送りたかった。ありがとう。やあ、みんな愛のために買ってくれた人も多分いると思うから、ありがとうございます。いいカニ、いいカニ食べたい。いいカニ。てか、トーク会っていつだっけ？最新のは。会えるといいね、本当に。会いたいよ、そろそろ。愛にね、ちょっとなりたかった。眼帯はないよ、もうとっくのおかしいないよ、眼帯。20、21日。ああ、なるほど。割とすぐじゃん。厳しそうなんかな、どうなんでしょうか。でも緊急事態宣言結構あれだよね、延期しちゃったんだっけ。大丈夫なんですかね。やりたいんだけど、無理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 ね。いつになったら落ち着くの。分からん。なんかどうしたらいいんでしょうか。できるのかな、できないのかな。3月7日までだけど、どうなんでしょうか。いるのかな。あ、でもなんかブラックパールのメンバーはなんか対象になってた。オンラインの抽選もね、みんな忘れずにしてください。なんか応募券がついてるみたいなので、それもねぜひぜひ応募してください。高野地フラグの CD を買うと、それ応募券がついてるらしいので、ぜひアイとオンラインでお話ししに来てください。オンラインだったら
どのね県の人も大丈夫だしっていう。セブンでシール受け取ってきた。ねありも行かなきゃ、もうまた行かなきゃって思った今。あ、初回版なんだ。初回版らしい。初回版を買うとなんか応募金があるらしいよ。え、それお金いらないの？それって当たったら。てか応募した？みんな。え、それってさ、アイリーでも、あ、アイリー、あ、指名制なんだ。らしい。ランダムじゃないんだって。だから誰のメンバーととかじゃなくて選べるらしいよ。では初回限定版を買った人はね、ぜひ応募してください。けど多分、まあ、アリのファンの人はきっとみんなセブンネットかな。だからみんなあれだけど、ではセブンネットも買ってください。ブラファ大数1000人だっけ、あれ。え、絶対当たるよ。一つ言うけど、今ジュリナさんとかあれかもしれないけど、アイリーだったらもう 100% であのお話できるから、みんなあの本当に応募してほしい。本当に絶対もう本当に 100% と言っていいぐらい、本当に 100% アイリーとお話だって1000人もいないじゃん絶対アイリーの。だからあのうん、そう、俺応募してみんな。抽選やばいからな。え、大丈夫、1000人だから。大丈夫、1000人だから。20代だけど話合うか。え、なんでなんでなんで合うよ。あ、1000人のメンバーで、あ、なるほどね。あ、なるほどなるほど。え、大丈夫、絶対大丈夫から。大丈夫、みんな当たる。あ、じゃあアイリー指名したら当たるから。他のメンバーだったらちょっとね、みんな人気だからちょっとあれかもしれないけど、アイだったら当たるから、みんなあの応募して。うん、もし当たったら病院行かないのか。え、大丈夫そう。なんでなんで、なんかあったんですかね。いや、よろしくお願いします。みんな応募も忘れずに。あとはなんかあったっけ。いや、もうとりあえずあのセブンネット買ってねって。あとみんな身内の人にアイリーに投票してねって言ってね、他のファンの人に。うん、お前 DMM 入ってるよな、確か。確か SK ファミリーも入ってたよな。でも推しアイリーじゃないよ。あ、じゃあ推しティーンズユニットのメンバーじゃないよね。じゃあその投票アイリーにしてくんないって。いや、脅しみたいになっちゃった。違う違う。じゃあ、 あの優しく、あの、すいません、わし、あの、あなた様がってよろしくお願いいたしますって言って、そっか、お前とかないか、わかんない、勝手な偏見で、なんか男の人ってお前っていうイメージめっちゃあったんだけど、お前、ね、だから言ったんだけど違うか。友達なくしそう。確かにそんなの、あの応募した、投票したくねえよって思っちゃうかもしれないから、ダメ、今の話。なんかいい感じに言って、そのアリに投票してもらってください。超人任せみたいになっちゃったけど、あの本当によろしくお願いします。ナオさんのグループ星になってんだけど、なんだろう、なんとかでもあり、嘘、本当によろしくお願いします。お前呼び嫌う女子多いから男女問わず呼ぶ。それ私アリめっちゃ嫌う。お前って言われた瞬間にえ？え？ってなる。
とっくの昔に他界した男を生き返らせ、あ、いい機会ですね。生き返らせましょう。コヨーチフラグをぜひ聞かせてください。ライバーメンバーが来たかもしれない。飯をおごるからアリに投票してがよかと。なるほどね。代償、ご飯を代償にしてアリに投票させるという。あとまだセブンネット買えるよ。ちなみに、ちなみにセブンネットまだ買えるんだって。セブンネットまだ買えるんだって。だからみんな、あのセブンネットも買ってください。24日に届くらしい。でも投票期間は25日までだから、24日だから届くのがもうギリッギリのギリッギリになっちゃうんですけど、あのまだね買えるらしいんで買ってください。お願いします。何どういうのか、え、やばい、それはそれもう不謹慎すぎる。セブンネットまだ買えるの、この配信でした。え、そう、配信、あのね、そう、セブンネット買えるのよ。まだ買えちゃうのよ。全然、あの、買い増しできるのよ。買ってください。よろしくお願いします。家の下がセブンイレブン。あ、それはもう、素晴らしいですね。もう、いつでも取りに行けちゃうっていう。めちゃめちゃいいじゃないですか。それ。セブンネットマジ有能。え、それは有能すぎる。有能、有能。だからみんな、よろしくお願いします。だからみんな言っといて。あ、他のファンの人にも言っといて、アリの。アリの、多分知らないファンの人もいるかもしれないから、セブンネットまだ買えるんだってって言っといて。11日まで買えるって。だから速報後にも買えます。なので、速報がちょっとアリが残念な結果になったら、みんながちょっとやばいなって思ってくれたらちょっと嬉しいし、あのすごい上位にいてもちょっと安心しれずにいてほしい。アユも買い増しします。はい。あ、5000人見に来てくれてありがとうございます。セブンネット版のブーカ買いました。ありがとう。え、それ、あ、皆さん買ってくれされましたかね、ブーカ。あれめちゃめちゃ良くない、あの表紙の写真かっこよすぎやろあれ。はい、ぜひね見てください。それも公式 GMM ファミリーとセブンネットよろしく。はい、お願いします。あと5分みんなよろしくお願いします。ゲットしてね、ゲット。そう、セブンネット限定版のブブカ売り切れたらしい。すごくない？めっちゃいろんな人買ってくれたじゃん。ありがとうございます。歌じゃないけど、アリ好きな人いるか。本当に？ありがとう。ぜひ進めてください。でもセブンネット限定版はちょっと難易度高いかもしれないから、あの SKE メールとか SKE モバイルとか SKE ファミリーとか DML とかいろいろあるから、そっちでまだアリのこと知らないよって人は入会してもろて投票ねできるから、そういうのでもよろしくお願いします。CD もねぜひ聴いてほしいし、曲もめっちゃ聴いてほしいし、どんぐりラジオリスナーとかか。ね、思った、なんで雑誌でさ笑ったんだけど、あと愛ちゃん2人でやりました。全然、CD とウルクこの配信終わったら取りに行くね。愛も取りに行きます。取りに行かなきゃいけないので取りに行きます。また金欠になります。ちなみにまた金欠になります。え、本当に金欠になります。このためだけにお金をね取っといておいたんですけど、それもなくなるので本当に金欠になってます。ありちゃんやばいです。みんなも多分金欠だと思うので、あの本当にありがとうございます。ありがとう、本当に。なんかすいません。2月はみんなお金がちょっと金欠かもね、ファンの人は。
マイ携帯貸せや、勝手に登録、投票、用なしで返すわ、で、え、やばすぎ、やばすぎ。それはやばすぎよ。いや、ごま吸っていこう。あの、こっちやって、すごい申し訳ないんですけど、って。はい、ということで、もう時間なのでね、投票もよろしくお願いします。あと発売日なので今日はぜひね聞いてもらえると嬉しいなと思います。あとなんか Apple Music とかにもそう曲がもうね入ってるから聞いてもらえると嬉しいな。そういうのもでもそう携帯に聞けるのもあるし、CD では聴いてほしいし、もちろん DVD もね見てほしいし、見てほしいなと思います。ということで、はい、ありがとうございました。はい、あ、今58分なのでもう少しですね。アップルミュージックはこういうお家以外にはカラオケ音源、え、そうなの、ちょっと待って、マジ、え、聞いてないよそれは、ちょっと悲しい。それはブラックパールは音入ってないんですか、悲しい。まあ聞いてください、よろしくお願いします。なんと投票するね、ありがとう。投票が頑張って、あのポチポチ頑張ってください。アリも取りに行きます。ありがとう。ではバイバイ、おやすみなさい、いい夢見てね。バイバイ。切れない。バイバイ。バイバイ。バイバイバイ。おやすみ。お豆送ります。ならない。バイバイ。あと20秒。え、結構長くない？バイ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 。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。おやすみー。